ごい。優勝したいっていう気持ちで挑んだんですけど、最初の方は結構調子が上がらなくて、心つけちゃったりしてたんですけど、7点と6点出せたんで、よかった。結構、今年全然優勝とかできてなくて、すごい悔しくて、いっぱいもうすごい練習して、で、もう本当に勝ちたいっていう気持ちで、今回、もうラウンド1から出場してたんで、それが強かったと思います。今後の目標は、次もイラゴなんで、優勝で、グランドチャンピオンを目指したいです。次の試合も優勝できるように頑張るので、応援よろしくお願いします。初優勝なんで、しかも初ファイナルで、ダブル初なんで嬉しいです。普通にサーフィンしてたら絶対に負ける相手なんで、それで思いっきりサーフィンすることが重要だと思ったので、思いっきり来ました。初めから全力で乗ることができたので、そこが一番プレッシャーに与えれたかなと。7.2 が出た時に来た後、テンションが上がってきました。本当ですか。JPSA でトップシードに入ることと、QS の方で100位切ることです。初優勝できて嬉しいです。応援してくださった方々ありがとうございます。次も頑張ります。よろしくお願いします。